飯塚市が新たに整備するのは仮称飯塚茜工業団地です。日鉄工業からおよそ25万2000平方メートルの炭鉱跡地を購入し、2028年度をめどに工業団地として整備する計画です。新しい工業団地は福岡県のほぼ中央に位置し、大分自動車道の筑後小郡インターチェンジから車で35分、福岡空港、北九州空港までおよそ1時間の距離にあります。アクセスの良さを生かして、半導体製造装置の関連企業や物流関連の企業の誘致を目指しています。飯塚市は用地の購入費を含む3億7000万円余りの関連事業費を新年度予算案に計上し、22日に開会する市議会に提案する予定です。